昨年9月に行われた EN ライブアートパフォーマンスの様子100年後芸術祭マイナス内放送アートフェスマイナスにて音楽を主とするライブアートで通底演劇通底音劇と題し桜井和俊、菅志香夫、宮本浩二、アイナ・ジ・エンド、諸原と小林武史プロデュースによるスペシャルライブが決定した。市原市、木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市の内房総5市で開催中の100年後芸術祭マイナス内房総アートフェスマイナスはライフアートとライブアートを両軸として展開。ライフアートは日本各地の芸術祭をディレクションし、市原市の市原アートミックスの総合ディレクターを務めた北川フラムが人々の生活に根ざした地域の営みに美を見出し、アーティストと共に表現するアート。一方、ライブアートは音楽と音楽以外の様々な才能を融合させた新しい形のバンドバタフライスタジオをはじめ、木更津のクルックフィールズなどを手掛けてきた小林武史が瞬間瞬間に生み出されるライブパフォーマンスを中心に表現するアートだ。この2つのアートが融合し混ざり合うことで生まれるアート作品展示とライブパフォーマンスの新たな表現へ挑戦していく。ライブアートのタイトルは通底演劇通底音劇。通底という言葉はアンドレ・ブルトンの通底記からヒントを得たもので、つながるはずのないものがつながる、つながっているということをイメージしている。この通底という言葉には歴史的な要因による戦争、自然災害による物理的な分断など、表面的には様々な分断が絶えないように見える現実に対して、本来私たちは根底でつながり合える、分かり合えるのではないかという思いを込めているということ。また地理的な要因として、東京都内房総エリアはアクアラインで海の底で通底しているという意味も。この通底を根底とした通底演劇通底音劇を表現する形として、4会場で小林武史プロデュースによるそれぞれ異なるスペシャルライブを開催。4月6日に富津公園ジャンボプールにてアイナ・ジ・エンドをフィーチャーしたアートパフォーマンスライブ不思議なアイナ・富津岬。4月20日21日にクルックフィールズ木更津市で桜井和俊、菅志香夫を中心としたスーパーフォークロアスーパーフォークロア。5月4日5日は君津市民文化ホールで宮本浩二を中心とした同音ソング同音ソング。5月12日は荻野目洋子モロハをフィーチャーした茶の間ユニバース。これらのメインアーティストと共に、通常の音楽ライブとは異なる次元の様々なアート的表現が展開される。なお、チケット料金販売日は2月20日火曜日にオフィシャルサイトなどで発表予定。小林武史からのメッセージ。環境問題を考えるときに欲望と切り離して考えることはできない。16年前の2008年に AB バンクのイベントとして行った東京環境会議で僕はこう話しました。音楽という表現に携わっているものとして、欲望を抑えながら理想を追い求めることを続けていくことはできないと感じたからです。欲望、つまり自己の利益を考えることと環境、すなわち他者の利益を考えること、それぞれ逆もありうるけれど、その両立と共振を考えること、それこそが未来を作っていくことなのではないかと思います。月日は流れます。2019年に千葉県木更津市にクルックフィールズを作るのを経て、新しい未来を作っていくためのサステナブルなプラットフォームとしての芸術祭を立ち上げることになりました。
市原市で2014年からすでに行われていた北川フラムさん僕に地方の営みの大切さとアートとを様々な意識に結びつけて教えてくださった方です。ディレクションによる市原アートミックスとも連動しながら新しい扉を開けることになります。それを100年後芸術祭と名付けることにしたのは、芸術という己の中から生み出されるものと自分が存在しない100年後の環境を共存させた、まさに環境と欲望の両立と共振をコンセプトにしたかったからです。そしてこの芸術祭を千葉でやる意味、それはもちろん千葉や内房総に関わっているからでもありますが、東京に対するカウンターとしてのエリアだということが、都市と自然、物性と精神性、アートとビジネス、利己と利他、現在と未来、環境と欲望など様々なカウンターパートを考えるこの芸術祭にとってふさわしいと考えたからであります。経済合理性に強く引っ張られる都市にだけ未来を委ねるのでは危ういことが明らかになってる今、100年後芸術祭がこれから続いていく未来に対して何かのきっかけになり役割を果たしていけることを願っています。小林武史100年後芸術祭マイナスない放送アートフェス開催概要。4月6日土曜日、スコエンジャンボプール予定。不思議なアイナ、富津美咲出演、アイナジエンド、東京999、青い山田、神原健太、カリーシェイカリー、クミ、高村月、チビモ、エッコ、タイラクライ、河津モンド、山田ホアニータ、小林武史&スペシャルバンド衣装、日々の小杖。4月20日土曜日、21日日曜日、クルックフィールズ、木更津、スーパーフォークロア、スーパーフォークロア出演、桜井和俊、菅志香、バタフライスタジオ、ゲストボーカル、タナホー、ダンサー、クミ、田村月、ダンス、浅沼圭、小林武史、キー、冬、ドクター、須藤優、美瑛、名古屋ゆきおっと、GT、沖祥子、VL、5月8日、土曜日、5日、日曜日、三津市民文化ホール、ドーンソング、ドーンソング出演、宮本浩二、落花生図、山口博子、加藤かな子、ダンス、浅沼圭、小林武史、キー、玉田裕太カム、ドクター、須藤優、BA、名古屋ゆきおっと、GT、ミニマルエンジン、四夜歌い、VC、竹内理恵、ザック、ズ5月12日日曜日、袖ヶ浦市民会館、茶の間ユニバース出演、荻野目洋子、諸刃、落花生図、山口博子、加藤かな子&モア、小林武史&スペシャルバンド、トータルプロデュース、小林武史プロデュース、バタフライ。様々な分野から集まったクリエイティブチーム https://en.buttergirfly-studio.com